はい、エビチャエビチャ、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。今作最強と言われるタワトチャイダムロング獲得しましたということで、早速見てみましょう。まず433の 3CF ができる、これがまず一番強いと言われてる理由。今までの433の 3CF っていなくて、Sノーぐらいだったんですけど、Sノーってちょっと守備コンセプトがリトセフなんで守備しづらいよっていう人は結構使ってなかったと思うんですけど、今回は守備コンセプトも大丈夫です。それが一つ強いところで、あとは433のオムフ2枚、オフェンシブハーフ2枚使えるので、まあ、さらに攻撃的にもいけるし、まあそのシムフでも大丈夫、オムフの場所をシムフに変えてもいいから、だから去年のクロップみたいな形でもできる。で、攻撃的に行きたいときはオフェンシブハーフにもできるということで、まあ、いろんな組み合わせができますよね。あそこがオフェンシブハーフによって。それが二つ目の強いところ。三つ目が、まあ、この攻撃コンセプトの優秀さ。ポゼッション、ショートパス、中央、フォーメーション重視、サポ距離3。もうめちゃくちゃ優秀。去年多分クロップ使ってた人多いと思うんですけど、ほぼほぼ一緒だし、あとは実際の、まあ、プロゲーマー、プロの大会とかがあるときに、使われる攻撃コンセプトと一緒なんですよね。それをマイクラブでできるっていうのがまず強みで、もう一つが守備コンセプトがリトサイドアグレッシブで、ディフェンスラインの高さ、コンパクトネスも6-7で、これも本当に公式大会で使われるような守備コンセプトと一緒だし、かつディフェンシブにしたらフォアサイドアグレッシブにもなるっていうところもめちゃくちゃ強い。フィッシャー使ってる人からもめっちゃやりやすいと思う。もうフィッシャーとコンセプトも似てるので、で攻撃コンセプトもほぼほぼ変わらないで流動的でなって、サポ距離が1個上がるだけなので、もうめちゃくちゃ強いです。なのでぜひね、このダムロング監督使ってみたいと思います。はい、で、人選なんですけど、まあ個人的にはこれがいいかなと思ってます。まあここ、ロナウド ST かどうかは人によって変わってくると思います。早い攻撃がしたい場合だったら、ラインブレーカーの選手入れてもいいと思うし、で、ラッシュフォード使いたい場合は、ここにホルラン入れてもいいと思うし、そこは好みでいいと思います。で、ここは自分はトップ下採用してます。センターハーフ採用でも良かったんですけど、自分ね、1個上げで戦うんで、ここオフェンシブハーフでガンガンはめに行くスタイルでやっていこうと思ってます。もしうまく今後いかなかったら別も考えますけど、とりあえずはこれで行ってみようかなと思ってます。コンセプトなんですけど、まあ、最近ちょっとディフェンシブ入れるようになりました。ちょっと、さすがにしんどいって思ったんで。まあ、こうあんまり上げ、てか上げる必要がないサイドバックを。この方面であれば。なので、サイドバックを上げないです。ディフェンシブをサイドバック入れてあげて、プレイ幅制限を ST に入れてあげる。これが一番いいと思います。で、カウンターターゲットはまあ好きな、どこでもいいと思います。好きな選手に入れてもいいし、で、2枚入れてもいいし、ここは、あ、ゲーゲーム入っちゃった。好きな選手に入れてもいいし、もうそこは自由です。自分はこのようなコンセプトでやってます。ってことで、まあ早速ね、長々となっちゃったんですけど、試合見てみましょう。どうぞ。はい、ってことで、対戦よろしくお願いします。じゃあ早速ね、1個上げでやっていきたいと思います。本当に攻撃エグいからね、みんなに見ててほしい。本当に強い、この監督。もうね、選択肢がありすぎて、この時も前に3枚いるのが安心だよね。落ちてこないし。いや、マジか、惜しい。もういきなり今みたいなチャンスができるのがいいよね。もう、本当にね、こう、持った時に選択肢がいろいろあるから、やってて楽しいんだよね。よし、取って。ナイス。あ、それ危ない。あ、無理だね。真ん中見て。あ、ロナウド、いい位置。ラッシュ。キープ。ロナウドでいいかな?いけるんちゃう?あ、いけないか。取って。マジか。ナイス。このはめ切りスタイルよ。で、ネドベードから、逆サイやな。ベッカム使いの。流動的だから、結構いろんなところに顔を出してくれますね。で、ここで、キープ。いや、マジか。惜しい。ここは結構流動的の良さなのかなと思います。もう顔出しの、なんか場所が今、ネドベドとか逆サイドにいたと思うんですけど、ああいうところがすごいいいのかなと思います。そこがね、フォーメーション重視との違いはありますね。はい、はめ倒してます。うわー、届かないか、惜しい。黙っちゃったわ、今。このフォーメーション、もう、一個上げの今のゴールキックの下のライン感がやばい。めっちゃ綺麗だった、今。
はい、ロナウド。てめえ。もうめちゃくちゃ簡単でしょ。このはめ倒してからがめっちゃ楽。で、ST のロナウドが2列目からの飛び出しぐらい動き出しが優秀だから使いやすくて仕方ない。はい、これもどんどん前からはめていきましょう。どん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 いくよ。これはまあしゃあない。オッケー、危ねえ。ああいうのは、まあ、若干しゃあない部分ある。1個上げだから。守備はそんな気にしないで、どっちかっていうと、もう攻撃を完結させていくっていう方がいいかな。メッシ。ダブルタッチからの根幹。いや、惜しい。はめろ、はめろ、はめろ、はめろ。よしよし。はまってる、はまってる。ネドベドのマイスペでもう打っちゃっていいんじゃないかな。ネドベド、惜しい。もう攻撃がえぐいでしょ。人数がさ、めちゃくちゃいるから、めっちゃ攻撃しやすいし、相手からしてもどこ守っていいか分かんないと思うんだよね。はい、ロナウドで2点目。コーナーはね、別にいいんだよね。さすがに相手の開幕の際は1個下げにした方がいいです。さすがにね、ここは守備考えた方がいいです。あ、メッシ前やられてる。やばいかも、これ。危ねえ。センキューキャンベル。はい、早い攻撃していくよ。あ、もう優秀すぎ。ラッシュ、メッシ。ラッシュ動き出しがね、一番好き。ラインブレーカーで。なんかね、全然ちゃう気がする。中堅かな。ナイスリフト。でも早い攻撃。もうね、攻撃はね、ポゼッションなんだけど、カウンターみたいなイメージかな。取ってから早く、取ってから早くって感じ。ナイスね、ドベド。てか、1個上げになってなかった。1個上げします。あ、もうマイスペ使ってる。あー、気持ちいい。気持ちすぎる。あ、ミスりました。ロナウド、あぶねえ。もう、この攻撃ね、ポゼッションじゃないからね、もう、選手の、もう、個々に任せて、動き出してもらってるみたいな感じやね。メッシー来た。はめ切ってるよ。一個上げにしてたけど。メッシー、4点目。やばくないっすか、この攻撃力。使うだけで楽しい。さすがに1個下げます。行こう行こう行こう。ゴー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 。オッケー？もう1個上げ。あ、あーマジか。ちょっと無理しないでいこう。これあんま前見ずに、一回後ろとかも、今取られちゃったけど、前にコースがない場合は、一回後ろ使うのも重要ですね。ほんと焦らなくていいと思います。前線ではめ切れたときは、こういうときはもう、あ、ご、あばあぶね。焦っていいと思うんだけど、結構オムフの選手とかを動き見て使うのもめっちゃ大事だと思うし、そっからはもう結構いろんな攻撃できるんでね。でも攻撃も柔軟性があるよね。めちゃくちゃやりやすいわ。このサイドバックとトップ、アンカーといろんな位置にパスコースあるから、すげえやりやすい。落として、これ縦パスは無理だね。今ラッシュフォードが裏抜けしてたから、無理でしたね。そういう取られ方はやばい。やばいやばい。これ一番やばいやつ。で、一個上げになってなかった。まあ、ここ見とけば大丈夫じゃないかな。オッケー。一個上げにします。よし。カウンター行くよ。やべ、取られた。メッシ。ちょっと攻撃雑。ナイスでリフト。お前優秀すぎ。メッシ。あー違う。ロナウドに出したんだけど。アウ。ナイス。やばい。はめ切り方が。来た。やば。あーマジか。そのトラップになるか。惜しい。はめよう、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 はめよう。はめるよ。マジか。それ。やめて。よし。さすがに大丈夫。5点目取り行きたい。5点目、5点目。この縦の速さ。で、ロナウドに一回つけてあげて、上使いの、メッシ動き優秀。どうしようかな。ナイス。ロナウド !5 点目。もう、えぐい。マジでえぐい。楽しすぎる。ナイス前半。もうね、超この一個上げではめる感じが楽しい。はい、ってことで、対戦ありがとうございました。2試合目も行ってみましょう。
はい、ってことで、すいません、2試合目行くって言ったんですけど、動画の尺長くなりすぎちゃうんで、今回は前半のみで、終了とさせていただきます。まあ、正直今の前半だけで、魅力たっぷりだったと思います。で、この監督ね、今、まあ今週から出てる監督なんですけど、来週の木曜日までですね、絶対取った方がいい。もう絶対取るべき。これ以上の監督は、多分現れないと思う。去年の、クロップが全然出なくて皆さん苦戦した人もいると思うんですけど、それぐらいのレベルの監督です。なので絶対取ってください。出たら絶対取ってください。今世、確かマネジメントが640か630だったと思うので、下の方の、位置にいるので、まあ、高コスト監督をいっぱい取れば、出やすくなるっていう話なので、絶対高コスト監督をいっぱい取って、この監督、ぜひ、撮ってくださいっていうことで今回は以上になります。よければね、チャンネル登録、高評価、あとはミルダムも最近始めましたので、ライブ配信見たい方は概要欄からミルダムの登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。